部屋綺麗になった、うん、部屋綺麗になりました。牡蠣がある、なんか違うとこね。これもね、一応家です。なんかあの、なんだっけ、オンライン飲み会の時で、昨日はテレビが目に映ってれば、あの、なんだっけ、キッチンから汚すぎて部屋が立って配信して、今日はまあ配信できるぐらいのレベルまでの場所を確保して配信してます。イエーイ。もう何かを取り出して紹介しそう。そう何も取り出さないです。はい。頑張って片付けた。テレビはなんとかな、星になってるけど。次の飲み会いつ？次の飲み会？次の飲み会は？いつにしますか。一人オフライン飲み会は一人で家でやってますけど、いつも、うん、そう、掃除頑張って、扇風機ね、まだ出してないです。クーラーとかつけたり窓開けたりしてるけど、あのあれ出さなきゃって感じ。もうすぐ出そうかな。扇風機やっぱいるよね。今日も暑かったですね。今日も暑かった。そう、オフラインだから。あっちで聞けそうか。うん。今日30度。え、今日なんかそんなに寒くな、あ、暑くなかった気がした。関東だけですか？本当？マジ？全然私裏起毛のパーカー1枚着てもう大丈夫でしたよ。まあでも半袖、家は絶対半袖、うん、ですかね。でも大分違うんだ、関東と。こっちでは時計の音聞こえるね今日は誕生日です、おめでとうございます。今日誕生日？え、ほんまの今日？おめでとう。俺は1週間禁酒生活、11週目、やば、すごいじゃん、尊敬する。時計の時間、あ、時計ね、全然言うこと聞いてないよ。もう今度頼む、誰かにやってもらうことにします。時計今こんな感じだから、ほら全然違うでしょ、なんでこうなるんだろう。ちょっとこれも聞こうと思ったんだよね、みんなに。そうそう、みんなの方が多分詳しいでしょと思って。新品の電池入れた、取説わかんない、捨てたかもしれん。そう、別にでもまあ時計はねあるんですよ、掛け時計が欲しかっただけで。捨ててないんだけどね、どっか行ったんだよね。裏にリセットボタンあるあるある、ちょっとそれも聞こうと思って。マジ教えて。
昼休み時間電波時計について真剣に調べた。ありがとうさ、私が思いつきで聞いたのにめっちゃ返信でさ教えてくれてるから、見てこれカープの、これはもうここに置いてよ、同じ位置前と、そうソファーの前に座ってる、こんな感じで。時差やばいよね、だってカキ何時間自動でよね。電波時計ってそういうのが取り入れなの、そういうもんなんでしょ、だって。そうなんですよ、なんでか知らんけどね、時計合わんけ、もういいやと思って、いずれ合うだろうと思って、1日以上なんか結構経ったけどさ、待ったよ、なんか何時間かかるって言われたけどさ、リセットすると自然と、リセットもしたし、なんか自動受信もしたし、なんか全部したんだけど、電波時計よ、だってこれ、ラジオコン分からん、カウントダウン TV 見て、あ、見てます今。テレビの近くに置いてない、全然。ラジオコン、コントロールドみたいなって書いてあるのに、電波時計じゃない説、え、な、絶対な、電波時計の説しかない、多分私の本当にやり方がおかしいんだと思うから、もうしょうがない。めっちゃ必死にみんながさ書いてくれてさ、ありがとう。目が腫れてる、カキがね、カキがかわいい、ソファーの座り心地、あ、なんか届いたって言ったじゃん、それ、そう、これ、カキのぬいぐるみはどこで買ったの、ね、瀬戸内海の新鮮な瀬戸内海の当たり前のカキです。そうそう、めちゃめちゃ新鮮ですよこれ。あと養殖3個ぐらいリアルに養殖してるけ、多分また明日か明後日これ増える、うわ楽しい、これオンにしたいな音消しじゃなくて、テントね、畳めなくって、もうなんかあれしたよなんか畳みかけみたいな、ちょっと畳みかけの状態でもう映しました。そう、私の家にねカキいかだがあるんで養殖してますよ、新鮮です。I believe in myself.
ってる。みちは毎日テント生活。それもそれはそれでなんか面白そう。ちょっと見えるね。うん。矢野さん養殖した。私そんなねいっぱい繁殖しないよ。あと何匹養殖する？何匹にでも養殖できるけど、現在はあと2匹おる。今でもあの間接照明いいの探し中。メール届いたっていうか届いてますか。送ってからさショールーム始めたんだけど、間接照明ってよくない。私絶対間接照明欲しいと思って。ちょっと待ってね、メール届いたか見てみる。あ、届いてる。ラストメールは来てよかったです。このランプつけ、そう、間接照明絶対欲しい。私好きな家具間接照明かも。あのさ、だいたいお家のさ電気ってこういう照明じゃないですか。こういう照明よりなんかオレンジの照明が好き。そう、なんかよくさライトのさ設定でさ赤と暖かい冷たいってあるじゃないですか。そういう系の暖かい系が好きなんですよ。ホテルとかそう、こういうランプで寝るよりなんか間接照明で寝たい。そうそうそう、そうそうそういう系がいい。まつげ同居、はい、暗いとこすげー好き。私電気つけないもん。今ショールームのために電気つけてるけど、普段どんなのかというとこんな、わーやばい、待ってやばい、大丈夫これ。ハッピーバースデートゥーユー。暖色系だったら寝つきが良くない。あ、そうなんかな。暗い方が好きですね。いや、何も見えないぐらい暗いはそれ生活できないけど、生活できる程度の暗いのがいい。うん、がいいですね。だからもう暗くなるまで電気つけないかも。豆球、あ、豆球もあるよ。LED のピンク白暖色に、へえ、すごいね、変えれるの。俺の性格は暗いけど、性格にね、暗いとか明るいとかそんなないよ。うん、暗いとこ落ち着く、落ち着きますよね。気づいたら部屋が真っ暗、わかる。なんか電気つけずに生活してて気づいたらうわ暗いみたいなこと確かによく。ちょっとさ充電やばいんだよね。充電しね、できるか、延長コード。オッケー、こんな感じ。このカープのやつは見えないね。あ、なんで好きになっちゃったのかな。私って少しか
暗くて怖くないの。そんな真っ暗では本当に生活しないよ。あの、え、電波調子悪い、嘘、電波調子悪い、それはダメ。調子悪い？電波どう悪い？こんばんは、こんばんは。電波悪いですか？なんかさ、あ、こっちよかった。え、絶対途切れ。なんかさ、画質とかどんな感じ？今日さ、この環境でショールーム、まあ、初めてじゃないけどやるじゃん。だからスクショどんな感じか上げて。イエイ。こんばんは、初見です。初見こんばんはさっきちょっと戻ってたら言ってくださいね、遠慮なく。綺麗に見えてるよ。よかった。ありがとうございます。ソファーがかなりいい味だし、マジ。画質いい。ありがとう、教えてくれて。いつもと同じビジュ。ありがとう。なんか、いい気分になった。だっけ、ちょっと、あの、今日のね、あの、持ってきます。緑茶です。わ、薄くなってる。緑茶よ。純度何パーセントわからん。おう、できましたね。カープのグラスは、あの、大事な時のやつとか。星好きってなってる何？自分の部屋に電子レンジ。自分のね、隣が、部屋がね、今ね、そう、扉開けてて、その隣が、閉めるか。そう、また料理配信しますね。めっちゃ悪いこと言ったみたいになっちゃった。いいよ、はい、食べます。喋ろう。なんかもう料理配信結構できる状態までやろうと思えばいけるんですよ。だって別に物とかないし、まだ綺麗だからさ。でもさ、何を作ったらいいのかとか
何が用意したらいいかとか分からん。甘い。調理器具だけはね1枚にあります。着火し、そう、好きなお寿司ランキングの2位。みんな今日何でしたか、ご飯。かき氷？めっちゃいいじゃん。枝豆は、うん、塩効いてた方が美味しくない？枝豆って。スムージー、どこのモデルさんの晩ご飯それ。めっちゃ健康じゃん。女子力アップルプルどういうこと？変化ミス？江田島はやはり牡蠣が名物ですか？あ、牡蠣、そうですね。オリーブとかも有名、意外あんま知られてないけど。明日はラジオありますか？火曜日だったらラジオ絶対あるよ、どんな時も。パエリア、めっちゃすごい、いきなりレベル高くない？前も言ったけど豚キムチとか作りたい。一瞬晩ご飯何食べたか出てこなくて焦ったって書いたの、もしかして。やばいね。じゃあ毎日聞いてあげる、忘れんように。ラジオ楽しみ、私も楽しみです。あれ、よろしくお願いしますね。メールとか、うん、送って。柿鍋いいですね、一人で。まあいっか、みんなとやれば、みんなに見られながら柿鍋めっちゃいいわ。なんかいい気がしてきた。うん、あ、のんちゃんが作ったんだね。見た見た、この前豚キムチ作ったんだ。どういう系にしました？どういう系というか、簡単でした？私あの辛いお鍋の素ならある。なんか赤からの鍋の素ならあります。ラジオは何放送ですか？ですね、毎週火曜日の、夕方5時30分からですね、17時30分から19時までライブでやってるんですけど、 FM チューピーさん、全国でもどこでも FM チューピーイブニングストリームのホームページからどこでも聞けるので、うん、だからどこでも聞けるよ、聞いてね。辛いの好きな、あ、辛いのめっちゃ好き。甘いのより辛いの好きですね。枝豆美味しいよね、いつも思うけど。こんばんは、こんばんは。
時までなんだろうこれ。みんなマジで何してるの？家で。枝豆かわいいね。え、かわいいのこれ。私あと20分ぐらい、あと20分ぐらいか。あ、11時前なんだ。イエーイ。君を好きでよかったずっと。カレーも辛いのいける？カレーってことですか？いけますよ。今日ね、入浴剤新しいやつ使うから楽しみ。チケリバッグ。スタジオからの景色。素敵ですよ。毎回素敵です。しかもあの時間帯は特に素敵。瀬戸倉さん、こんばんは。スーツケース、ちょ、マジごめんね。スーツケースがあるの。この画面外は汚いから。音楽番組、今目の前にでもテレビある。何系の入浴剤？ 3 つあって、1個目は、もう本当に、なんかもう普段使い用の疲れを取るようなちょっと発汗するようなあの入浴剤と、もう一個はもう匂いのやつ、白く濁るやつ、リラックス効果的な。でもう一個はもうなんかスポーツした後みたいに汗かくよみたいなやつ。今日は白い香りのいいやつでしょ。思ってます。今日めっちゃ疲れたわけではないから。弟が入浴剤大好きなので今度教えて。え、逆に私も教えてほしい。じゃあ弟教えて。てか年齢にもよると思うけど大丈夫？オンアワ？あ、知っとる。それうん、肌がつぶつぶ、わかる。栄養ドリンクは飲む。栄養ドリンクはあんまちょっと信じてないですね。もうやばいってなって浮き休みで飲むから。ラッシュの入浴剤使う。あります、あります。あのそんなに女子力は私はないので、自分で買うっていうよりかはプレゼントでいただいたりとか、あのファンの方ではなくね、友達がね、そうはあるね。バラの花びらとかロウソクかけてさ、え、どうだろう。わからん。そのソファーの色好き。落ち着く。ありがとう。いや、落ち着くよね。でも牡蠣がいい味出してくれてるんで、多分この江田島さんの牡蠣がね。こんばんは、こんばんは、ビギナー。やっぱ入浴剤とか
そういうのって多分ちょっとテンション上がりますよね。牡蠣のクッション置いてるのセンスあるでしょ。これあれ、あと2匹ぐらいいる明日じゃあここ養殖するわ。 これもこのクッションの居場所なくなるぐらい。3匹ぐらい。こことか、あ、肩こりに効く入浴剤もありますよ。うん、人であるから、あ、人で、あ、これ人で見たら確かにそういうことね。これ確かに、私のソファは柿以下だから長風呂が増えてから入浴剤がね、お風呂の時間ってやっぱり大事ですよね、ゆっくりみたいな。そう、なんかね、私の持ってこいか入浴剤、また今度行きますかね。わかる、なんかさ、お風呂入浴剤入れてるだけでちょっとお風呂の時間が長くなりますよね。うーん、お風呂10分が限界。でもなんかこう、なんていうの、気持ち的にね、わからないですし、人それぞれだと思うんですけど、あのお風呂入れるのってさ、まあ結構時間かかるじゃん。10分から15分は多分かかるじゃないですか。もう高速お湯沸かし器みたいなのがみんなの家にあったも知らんけど、お湯沸かす時間待ったのになんか5分しか入らないとかってなんかちょっと違う気がするなと思って、悔しい気持ちになるから10分15分待って30分入るとか、まあ、時間がある時はねしたいって思う。うん、お風呂で YouTube 見ると伸ばせそうになる。めっちゃわかるかも、それ気持ち。見ちゃうんだよね YouTube。 うん、暇すぎてインナーからピンクにしちゃった。でもね、こういう時期だからできることあるもんね。いいじゃないですか。そうなんですかね。温泉行きたくなってきて、分かる、温泉行きたいけど無理よね、こういう時期なので。でも楽しみにして生きるわ。矢野さんはマニキュアとかしますか。あのトップコートとかベースとかのやつはします。しばらく、湯煎湯船にピン使ってない。でもちょっと一回使えるとね、また体のあれで大丈夫よ。体の疲れ取れる感じまでするよ。握手会再開して見せに来てください。見に来て。温泉営業してなかっただろうね。うん、そうなんだよ今ね、温泉とかもね。家で温泉行ける、わかるよ。疲れてたら私もシャワーでもう済ますよ。うん、逆にでも温泉はなんかはなんか入れないかも。いや入れるけど、それこそなんか帰らなきゃお金払って言ってるしって思ったら入れん。
朝の温泉わかる、ほんと最高。なんか大浴場とかでいいね。ね、温泉だから入りたい。なんか結構小学校の頃とか旅行、家族旅行とか行った時に、まあ旅館とかにさついてるじゃん、あの温泉とかで。やっぱお母さんとか大人って夜入ってまた朝入るんですよ、早くして。え、なんで朝早くしてお風呂に入るのかわからないって思ってて行かないって言ってたんですけど、この年になって朝は入りたいね。この気持ちいいって思うし、絶対朝こそお風呂って感じするもん。うん、こんばんパン、こんばんは、リパンや、うん、アイスを出したんでした、溶けちゃう、枝豆のアイス、嘘。これにさ、ミチアサイダーとか入れてめっちゃ、めっちゃ美味しいよね。スプーンで食べなきゃいけない。確かにホワイトサファー入れたら美味しい。分かる、めっちゃ美味しそう。焼き鳥焼いたい、焼きたい。彼女がいるなんて、いいね、焼き鳥配信どう。このタイミングでマスカットとブドウのコラボ、よくない？なんか焼き鳥焼くよみたいな、めっちゃいいじゃん、それやるわ。焼き鳥とキッチンなんだっけ、キー料理箸か。でもね、こういう服とかに匂いつく、つかないように徹底的に、うん、ブドウとマスカットの出た。ルームミストの出番。そう、私のお気に入りのルームミストが家に4個あるから、各部屋に。クローゼットと玄関に、あのなんかぶら下げる香りのやつ。
妙なとこで潔癖潔癖じゃないですよ全然。ガサツ大雑把よ。もう香りとか全部一緒にするかもです。あのルームミストと入浴剤洗剤とか柔軟剤も全部同じ香りにしたしてる。あと何が同じ香りだろう、なんかよくわかんないやつはもう無臭のやつにしてますね。ヤンキーのグラス、どんなやつどんなやつ、匂いに厳しい、厳しくはない、普通に好きなだけかも。でも敏感かもしれないです。手めっちゃ洗うし、うん、私も、あ、でもね、そう、人工的な香りが好かないっていうタイプの方もいらっしゃるじゃないですか。私もそういうタイプだったんですけど、好きな香りを見つけたらね、あ、これこの香りしそうってなんか分かってくるんだよね。でもなんか握手会とか皆様のなんか前に出るときは香りはしないやつにしてる。なんかあれじゃないですか、申し訳ない。柔軟剤は何使ってる？あっちにある香水はつきません。おいしい。完食？うん、完食じゃない。この歌見るとなんかマジでそれどういうこと？でも昨日も今日も結構炭水化物食べてしまったから、アイスを食べたくなる季節。うん、アイス一年中食べるけど、やっぱりどん、もうこれからって感じますね。氷系のアイスは確かに今氷系のアイス、週末のためってきつい。でもね、そうきついです。あのまた料理配信の時にさ、テイクアウトの持ち帰りの週末のためが家にあるので、それで配信します。そう、今からの牛丼っぽいやつメールに見せたけど、メール撮ってる方は見たと思うけど、
めっちゃ美味しかった、うん、あれポン酢ちょっとかけたらめっちゃ美味しかったです。あと七味もぶっかけた。メールそういうのめっちゃ送っちゃう。食べたよって、なんか知らせたくなる。本当美味しい。回線止まらない？いい？悪い？どっち？キムチチャーハン作った。え、めっちゃキムチチャーハンしようかな。え、めっちゃキムチチャーハンしたい。めっちゃキムチチャーハンしたいってこと？作りたい。ちょっと本当に料理したい。料理がうまいじゃないんですよ。料理やってるんだぞっていうところをお見せしたい。できないんですけどね。今のとこ調子良かったです。一生そうであってほしい。なんか目覚めたっていうか、本当にできるなってわけでもないし、あのやる習慣がついたとかないんですけど、ちょっと料理っていいんじゃないみたいなって思ってる。そう、メンバーの中でも流行ってるし、まあ、おうち時間っていうのもあるし、うん、って思ってますね。ふーちゃんとかなんかおしゃれなお皿をゲットしてハマってるって言ってたよ。本当かな、それは本当かなって言って。そうですね、でも料理のりできる、マジ私が料理するの本当かなって思うじゃん。そうなんです、量って困るよね。確かにその作る量チャーハンね、なんかいける気がする甘く見てるかな、これ。キムチとかだって、だって失敗してもさ、キムチと豚って美味しいじゃん普通に。だから大丈夫。うんうん、そうめん作る配信もしたい。絶対そうめんやる。福ちゃん毎回3人分作ってウケるとか笑ってるけど、多分自分もなるんだよね、そういう風に。流しそうめん配信いいですね。ちょ、そうめんやるね、近々。うちのもいらなくない、そうめんだけでね。そうめんとガスがあればいけるくない。お湯でなんかなんかするんだよね。チャーハンは絶対失敗しない。あ、そうなんだ。冷やし中華コンビニでしか買ったこと、うん、ちょっとなんかいい感じのそうめん、あれする。あ、ネギとかね、
お湯でなんとかするんだよねにありえんほどの不安が、ちょっと私も不安感じました。うんですね。めんつゆ、あ、めんつゆとネギ大事。しかもなんかめんつゆになんかこだわってるめんつゆとかだったらめっちゃあれじゃない、ただそうめんを作ったんだみたいなだけじゃなくて、うん、ハムとかでもいいですね。まあ、ネギも絶対いるね。あとわさびもいる。のり、あ、のり欲しい。のりのり、それ風にちょっとやっていく感じ。あ、すだちも絞ってね、いいですね。美味しいつゆ作ります。めっちゃいいじゃん。下まつげをとってもやったらちょっと黒くなっちゃいましたね。食べるラー油おいしそう。次ありがとう。今日下地も何もやらずにさ、直でやったらさ、怖いよね。ごめんなさい。うん、この時間毎回、そう、毎回やりがち。ちょっとアイス食べたくて、今日寒くなってきた。生え際が綺麗、さすが。あの目のつけどころが女子ですね。まつげのファン、まつげにもファンいるんだ、嬉しいな。ブドウを明日に残しとこうかな。明日はねラジオなので夕方聞いてくださいね。ちゃんと絶対聞く、うん、聞いてね。髪切れありがとうございます。でもちょっと前髪ね、言うこと聞かなくなってきた。ちょっと髪伸びまして、結構もうここまである。明日は何の曲かな、お、明日は何の曲か楽しみにしていてください。うん、伸びたかな。伸びましたよね。絶対そこでここで寝ないように毎日頑張ってるんですけど、今んとこ大丈夫。ここでは寝たことない、玄関では寝たことあるよ。そうですね、皆さんにどんだけ会えてないか分かるね、この髪の長さ。だって切ってないもん。あ、切っ、トリートメントしたぐらいかな。毛先は揃えましたけど、うん、玄関狙う、あるあるだよね。よかった、はあみたいなこと言われなくてよかった。
感じですかね。はい、これもあるよ、ちゃんとここにあれ入ってる、あのこのクマ見えないか。これ見えた？いろいろユニフォームとかここに入れたりしてますね。あのね、なんだっけ、ティッシュとかの入れ物に使える。ユニフォームとかカープの応援グッズ系とか入ってる。あの刺繍のユニフォームはあのハンガーにかけてるけど、そうそう、いつ行ってもいいようにあのカープ行くよってなってもカープ始まったり、そうピンクユニフォームとかありますね。オンライン飲み会見て気になりました、ありがとうございます。全部フォローしてツイッターとかシェアルームとか見に行ったことあるんですか？ありますよ。準備、しかも結構私いろんなとこにさあのカープグッズ部屋に散りばめてます。お気に入りのものはなんか飾ったりするかな。オタクがホノタングッズ散りばめてやる。嘘、そんなに身近にあるの私のグッズが。そう思ったら嬉しいですね。タバ来た、ちょっと待ってくださいね。本当？うん、あれ名前が変わってトモウェイみたいな、ウェイじゃないか、トモワイって呼んだらいいの。名前変わってるよ。ありがとうございます、ありがとう。各トモヤさんって呼んだらいい、違う読み方だったらごめん。トモ TOMOY さん、ありがとう、ありがとうございます。広島じゃないでしょそれって。もちろん、なんだここに来てたって大阪、ありがとうございます、嬉しい。広島城でいい、名前、名前じゃない、なんて書いたらいい、コメント止まった。また来るのはあなたがおるからよ。ありがとうございます。これ5月限定のとかって感じ？それ関係なく、これ
このショルームバッタ、前髪不調だな。はい、手箱。定番タワーなんだ。目つき怖い、ごめんなさい、よく言われる。こうやってやるね、ずっと。広島じゃ、あ、ずっとあるんだ。ちょっとこれの通りに書くね。とも、わい、とも、やさんだけど、いつもこれの通りでいいのかな。そのまま書かせていただきます。はい、ともやさんかな、とも Y さん。はい、ありがたわ、ありがとうございます。広島城だけど、ありがたわでいいね、これ。キャッスル、はい、ありがとうございます。嬉しい。こんな、これ広島城よね、マジで。これ広島城と思うよ、思ってるけど、嬉しい。はい、ありがとうございます。スクショしてください。とも Y さん、ともやにした方がいいかな。ちょっとここスペース空けてるから追加できる。ペタ、スクショしましたか。でした、いい感じ。ありがとうございます。ありがとう、スクショしたよってしたかなあ。名前変えてみたんで、1日 OK。 じゃあ今日その1日だけ変えた、記念すべき日に広島で投げてくださったんですね。じゃあ今日はこれでいきますね。いい感じ、星もついてる、ありがとうございます。はい、っていう感じで、いつものね、あのゆるい、ただ喋るの配信、食べるだけの配信してるんですけど、皆さん何してますか。おきちゃんのお母さんがほのたんしね、嬉しかった、嬉しい。毎回楽しい、ほんまか。まあでも私の頑張りが、もう寝る体勢、そうですね、ちょっと眠くなってきた。オンライン飲み会はスタッフから褒められ、まあそういうスタッフさんの声とかね、ありがたいけど、何より皆さんがめちゃめちゃ楽しかったっていう声がめちゃめちゃいただいて、私は何よりそれが嬉しかったです。はい、でもスタッフの皆さんには逆に感謝しかありませんね、こういう企画を持ってきてくださって。どう、みんな的にどう、その反響、あのショールーム
のコメントとか二次会終わった後やったじゃんとか、あの何メールの返信とかツイッターとかのリプとかでめっちゃ反響は見えたけど、実際どうだったんかなと思って。周りありました？皆さん周り本当に良かった、マジ？最近のアイドル系配信で一番マジで飲酒してるやつ？嬉しい、嬉しい、よかった。たまにねやりたいね、ああいうの。見れなかったんですね。第2回はいつですか？第2回やりたいね。コメントも練習したしね、私の配信で。めっちゃ楽しかった。だってガチビチ嬉しいです。じゃあまた会ったらいいなと、私も会ったらいいなと思ってます。また会ったらいいなって思ってもらえるような第1回だったなんだって思ってめっちゃ嬉しいよそれ、うん、ですね。いろんなメンバーの組み合わせ、わかる。いろんなメンバーとさやりたい、ね、あなたは誰とやりたい？みんなでやりたい。でもそれみんなでやりたいけど、誰だと誰だと誰だでやったら面白そうだなとかっていう、あの人選組み合わせはめちゃめちゃ私うまいと思うよ。うまいっていうか、まあ今二十歳になってるメンバーで組み合わせた、やっぱり二次会歌われいいですね。歌うのいいですね。みんな強いって言ったらどうなんだろう、その人それぞれの強いがあるからね。でもみんなお酒は飲みますよ、うん、なんかそれこそマイキューとか二十歳超えてますけどと一緒に飲むっていうのすごい、もうなんか本当にいいのかっていう気持ちになっちゃうから、お決まりと飲んでみたいね。確かにお決まりと飲んだことないんですよ。あるっけ、あるか、いやないかなね。コック意外と弱いな、ギャップ萌えですよね。うん、おきちゃんは多分飲むんだろうな。おきちゃんと今度のオンライン飲み会しましょうよって誘いが来たんですよ。
後輩がそんな言ってきたらいい、いいよってそれ言うやんね。意外と多いですよ成人メンバー。待って、谷口まひな、シティ48、お決まりとね、お決まりとなんかこのまた自分とお決まりっていうのはまた面白いかもしれない。お誘い来ました、お誘い来ました。いきなり早朝5時とか、多分まあ昼夜逆転か何かして寝なかったんだろうなっていう時間に、早朝にあのほのたんさんオンライン飲み会しましょうって言われてああいいやろうって言ったけど、実施されるのかどうかは不明じゃ一回あのオフラインで、オンラインとかじゃなくちょっと試してみて、これいけそうだなと思ったらオンライン飲み会みんなでまたイエーイってやりたいね。いや朝から飲んだとかじゃないですよ。起きちゃんはね結構1分1秒見逃せないタイプなので、生配信が一番面白いと思うんですけどね。でもこう遊びとかじゃなくて普通に何ノリ感覚でやりたいな。ちょっと聞いてみよう、おきちゃんやろうって。またどうだったか教えてね。こうなってしまった、もうこうなっちゃうよね、眠たくなってきた やば、ちゃんと座ります。座り心地な感じ。でも今日は入浴剤入れるって決めたからね、入浴剤入れてお風呂あります。あ、お風呂じゃあためるわ。うん、お風呂入ってる間にいろいろ入れてきました。熱くした、あの41度にしました。はい、そう、最後変更できないってあった。はい、ということでもうねお風呂上がる入ってくるので、なんか YouTuber みたいになった。お風呂に入ってくるので終わりたいと思うんですけど、まあ、その間ねちょっとなんか結局なんか一曲歌いたいと思います。そう、ちょっとね長風呂入るから冷めるか
41度にした。入浴剤はお湯が溜まってから、うん、お湯溜まってから。入れるよ。枝豆も全部入れる。明日食べます、枝豆。ということで、じゃあちょっと何か歌おうかな。どうしよう。入浴剤のシュワシュワで遊ぶ、入浴剤のシュワシュワで遊ぶか、あの白い濁ったなんかちょっとこう透けないやつ、濁った入浴剤でなんかあーみたいなで遊ぶか。お酒飲みながら話、私お風呂でお酒飲んだことないんですよね。みんなあるん？それ普通？楽しい？それあんまやらないかな。てかやったことない。はい、ちょっと待ってて、ちょっと待ってください。じゃあお風呂使ってくださいね、みんな。ということで、何しますか？それではじゃあね、お風呂入るまで、歌っていきたいと思います。イエーイ。イエーイは嬉しい、ありがとう。どうする？ちょっとこうパッと思い浮かんだこの曲。いけるかな。咲き見てた夢を思い出せない、すぐ消えてしまって切なくなるんだ。日差しのようにあの日に戻れればいいのに、まぶた閉じてもここに僕しかいないよ。風を待とうこの岬で、もう少しで春は来るはず。青い海に日差しが晴れて、君を乗せた船が近づくよ。 I can so love you、 愛は止まらない。離れ離れ時が過ぎても、 I wanna see again、 ただ会いたくて、それが恋と気づいた今更。まるで頬をたたんだ帆船のように、僕は何もできず
残り5分であとお風呂に入れる、ありがとうございます。はい、残り5分、はいという感じなので、ちょっとお風呂がね、なんか喋りかけてきたんで、残り5分でちょっと終わりたいと思います。はい、もう沸きますね、そろそろ。はい、ベストなタイミングですね。これ風を待つの間に喋りかけられたら、ちょっと私お風呂入る気なくなってたかもしれません。ちょうどいいですね。全て計算して見てくれてるかのような、もう一生ついていきたいね、あのお湯沸かし器。クマ、ミオさん、クマありがとうございます。クマありがとう。ちょっと残り5分でお風呂に入れるみたいなので、ちょっとなんか、うん、なんか歌う、歌って終わろうか。これの真ん中ぐらいまで歌います。ちょっとまあ鳴ってもいいや。ちょっとあの厚めに入れたんで41。どれ。この歌イコールなんか、なんで？ラストこれ歌います。私ね、あのこの歌イコールかのんちゃんを思う、出すんですよねっていうので、かのんちゃんって感じになった。私から切り出したどうでもいい話題に紛れ込ませて、隠していた切なさとか愛しさとか伝えてみた。あなたは少しだけ困った顔しながら向き合っている。彼女がいるなんて、それでもまだ気を使う。
お風呂のお知らせとかも入りまして、ちょっと本当にリアルに気まずくなっちゃったんですけど、まあこういいって感じ。久しぶりにとても歌った、とても、はい、なんか本当にね、この曲はかのんちゃん思い出しますね。陸上公園確かに思い出す、コメントにもあったんですけど、とても思い出します。なんか思い出に なってるっていうのがもう時が経つの早いなと思うしって思うのと一緒で、なんかさ今会えないじゃないですか、お家で過ごすのがいっぱい、お家でいろいろやってたりするのも、あの時って懐かしいね、ああいう家で過ごしてた時もあったねって、今こうやって会えてるのが幸せだねって話せる時が、あのいずれ絶対来るので、一緒に待ちましょう。はい、頑張りましょう。はい、ということで配信終わりたいと思います。結構長くやってる、何時からした、あ1時間以上しましたね。うん、しましたね。はい、ということで
終わりたいと思います。お風呂沸いたってもうなんか言ってくれたんで、入浴剤で入れてお風呂入ろうと思います。うん、みんなもゆっくりこの機会にお風呂使って休んでください。いいね。はい、あ、1時間半ぐらいしますね。それでは終わりたいと思います。ランキング読みます。13位川淵岸くんさん、12位ふいちゃさん、11位青木さん、10位あさん、9位まじっぽさん、8位ヘンダーソンさん、7位韓国語でほのかさん、神様にだー、ありがとうございます。5位ぼやき DD さん、4位カピバラミキアさん、3位タケトさん、そして2位はミヤアットマークさんです。ありがとうございます。そして、今日の1位はドルルルン、トモワイ、トモワイさん、ありがとうございます。イエーイ、いい声に歌声だね、ありがとうございます。ありがとうはですね、広島城ですね、正しくは。ごめんさんね、一時だけ名前を変えたって言ってました。トモワイさんですね、ありがとうございます。トモワイさんの真っ赤なハートにバイク。はい、ということで終わるね配信。今日もありがとうございました。お風呂に入ってきまた来たいと思います。お風呂で大丈夫、ちゃんとお風呂上がってから寝ます。明日はね、あのラジオがあるので、火曜日だからね、ラジオ聞いてください。じゃあね、みんな配信ありがとう、こちらこそ見てくださってありがとうございました。それでは終わります。朝メール、うん、待っててください。おやすみ、おやすみ、ありがとうございます。バイバイ。3、2、1